ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日はレターのご紹介、感想ですね。感想のご紹介をします。質問箱で愛着障害のシャドウについてご回答いただけたものです。ソレヤ質問箱っていうの、ソレヤのウェブサイトでやっていまして、そこに質問、最近確か答えたものですね。答えた質問の話だと思います。誠にありがとうございました。リンクの境界性パーソナリティ障害のレポート拝読しました。BPD だけでなく、愛着障害と愛着不全の治療過程、そしてシャドウまで包括的に記されていて、記されてて、私の浅い疑問は質問箱のご回答に加え、こちらを読んですぐに評価しました。13ページでこんなにも包括的かつ難解ではなく、素人にもわかる、言葉で感激しました。印象的だったのは、愛着不全は回復期に、愛着障害のような語りになることがあるというお話で、続く当事者の語りが非常に感慨深かったです。私は愛着の治療中のものですが、この語りはまるで自分の言葉のようで、自分は愛着があったのかと少しまた混乱はしたのですが、笑い。とにかく素晴らしい回答とレポート本当にありがとうございました。専門家向けのレポートとのことですが、これは相談者側にも明瞭かつ明るいガイドになるなと感じましたという感想をいただいています。ソレアのトップページの下の方にお悩み相談室っていうのがあって、そこにいろんなリンクが貼ってあるんですが、その下の方に心理レポートっていうコーナーがあって、ここには私の書いた心理レポートの PDF のリンクが貼ってます。で、これ自由にダウンロードできるようになってますので、よければ皆さんダウンロードしてください。境界性パーソナリティ障害と、あと、あれですね、マインドフルネスについて、のレポートです。これは、両方ともですね、両方とも何年か前に千葉県の医療従事者対象にして行った講演会のために使った資料ですね。その資料を、皆さんにも、共有するために、ホームページに貼ってますので、医療者向けなんですけれども、一般の人にも本当に分かりやすいように書いていますので、ぜひ読んでみてください。そうするといろいろ私の言っていることとか、鍋が怖いという病を、読み解く、一つの素材にはね、なるかもしれないと思います。よければね、どうぞ。感想のレターありがとうございました。それではまた。